こんにちは、うちあむです。お久しぶりです。しばらく編み物動画の撮影をお休みしていました。話せば長くなりますが、今年の夏は青森も本当に暑くて大変でした。えっと、今日は編み物しないでちょっと喋りたいと思います。えっと、母が、 風邪をひいて体調を崩して家事ができなくなって洗濯をしに実家に通っていました。精をつけようと両親と共に回転寿司に行ってうな丼を食べていたんですが母の食欲がだんだん落ちてきてうなぎの握り寿司一貫しか食べられないぐらいまで落ちてしまいました。母は痩せ細ってしまい 歩けなくなって会話が噛み合わなくなったので救急車で病院に連れて行ってそのまま入院しました。えっと、母は年中ホットコーヒーを飲むぐらい寒がりだったのでお見舞いに行っても首元が寒いというので過去作のケープを持って行って着せました。ケープはこれです。 テープはウールの透かしみのもので母は気に入り、いつも身につけていました。体調が回復してくると、ホットコーヒーが飲みたいというので、手編みのペットボトルカバーを持って行って、それに入れて保温しながら飲めるようにしました。あと、保温し,保温した状態で、 お腹に入れて湯たんぽの代わりにしたりもしました。えっと、まだ母は入院中ですが、車椅子で動けるぐらい回復しました。本当に良かったと思います。えっと、いろいろあったので、私、手の震えがちょっとひどくなってしまいましたが、今、鍵牌でこの、 新たなケープを編んでいます。かぎ針編みで。すみません。ゴミ収集の車が来たので、中断してしまいました。えっと、アルパカグラデという糸で、このケープ編んでいます。こういうふわふわした糸です。えっと、あとは編みながらちょっと雑談していきたいと思います。 久しぶりすぎててカメラ倒してしまいましたすいません。えっと、このスマホ、ちょっともう寿命来てまして、機種編して2年になるんですよね、もうすぐ。それで、明細見て気づいて、スマホの。で、あ、もう寿命だなって思って、機種編したいって息子に LINE したら、 どういうわけか、iPhone15 を買うと勘違いされて、あの、すぐドコモショップ予約して、って <laughs> 言われて、で、な、なんだっけな、えっと、16日に、十六日に予約に行って、二十何日だかに受け取りできるとかって、 なんか、息子勝手に盛り上がって、会社の人とかに、うちの母ちゃん、iPhone15 にするんだよって勝手に言ってて <laughs>。まあ、確かに、うん次 iPhone にしたいとは言ったんですけど、うんなんか、自分が買うみたいに喜んでるので、ちょっと、あれですね。びっくりしてますね。 うん、私自身も、その iPhone15 発表なって、えっと、15の、あの、新しくなったところとか、そういう動画を上げてる YouTuber さんの動画を見てて、で、ああ、これいいなって思うところもあったりしてるので、あとは予算との兼ね合いですね。えっと、動画撮影するんで容量ある方がいいですけど、 どっちがいいか迷ってますね。そのフフィィテーンのパステルカラーのやつか、えっと、フフィィテーンプロにするか迷ってます。うん、ちょっとアンドロイド、アンドロイドはちょっと、もうやめようかなと思って、あの、SD カードに保存してるんですけど、えっと、 SD カード保存してるんですけどうーん、その過去の写真とか動画あまり見ないので最近、まあ。iPhone にしてもいいかなと思って SD カード使えなくなるけど、なんて思っています。 私自身の話としては、えっ、ー、と、あの、ショート動画であったんですけど、あの、ビンゴ大会で、お酒が当たりまして、氷結、六本セット。それで、まだ青森暑いんですよね。で、暑くてたまらない時に飲んでます。毎日は飲めないですね。だから、 たまにしか飲まないから、まだあと2本ぐらい氷結残ってます。もともとレモンサワーが好きなので、氷結のレモン味はすごくありがたかったです。あと、なんだっけ、えっと、自動車、自動車のあの、車検場のイベントで商品券が当たって、で、 2000円なんですけど、それが嬉しくて、何買おうかなって思ってんですよね。何買おうかなって2000円だけじゃ買えないから、なんか買うときに2000円足しにしようかなって思っててうーん、今のところ候補としては、布団に使うマットレスを新しくしたいなって思ってますうん。ってなるとやっぱ、 ニトリですかね。ニトリのマットレス結構いいって聞くんでうん、実物見て考えます。今日は結構話しましたかね。本当は話したりないんですよね。久しぶりなので。 あと一つだけお話しするとしたら、えっと、来年の手帳ですね。えっと、来年の手帳、どうしようかなって考えてて、えっと、コミュニティには書いたんですけど、検証でクオカードが2000円分当たって、それで、うんと、県民手帳、青森県民手帳の小銀雑誌の、 柄の予約して、それ買うのに使って、あと1000円ぐらい余るから、ちょっとお金足して、手帳、ちゃんとしたやつも買いたいな、手帳っていうか日記書くのが欲しいなと思ってて、うん今 iPad で日記書いてるんですけど、えっと、私、ど読まなので、 あの、iPad は自分の思うこと何でも書いてて、今は母のお見舞いに行った時の記録が多いですね。それで、うん、なんか、趣味のことを記録したいなと思ってて、編み物、編み物は趣味ですけど、うーん、 何かを記録する手帳が欲しいですね。うん、今、ハマってるのはやっぱ、プロ野球ですね。えっと、プロ野球チップス買ってて、あ、この選手どうなんだろうとか気になるようになって、んで、今度、あの、プロ野球見れるサブスクに加入しました。 日本シリーズどことどこやるのか気になって、これ地上波でやんなかったら寂しいなって思って、サブスク加入してちゃんとできれば優勝までのところを見たいですね。特に好きな球団とかはそんなにこだわりはないんですけど、 どっちかっていうとパリーグが好きで、うん。で、個人的に好きなのが、あの、ロッテの佐々木朗希選手と、あとオリックスの宮城博也選手ですね。WBC でも仲いい様子がよく YouTube に上がってますけど、うん。 同学年コンビが、いいですね、うん。あの、宮城くんとロータンってグッズ買いました。初めて買ったの、野球のグッズ。うーん、なんか、イラストが可愛いのと、やっぱ、その二人の、同学年の、その、 試合で会った時のちょっとしたやりとりとかがいいですね。うん。まあ、最近は野球ってことで。 早くサブスク、サブスクのやつ申し込んだんですけど、機械がまだ届いてないので、機械が届いたら、毎日プロ野球を見たいなと思ってます、試合を。うん。住んでるとこが青森なので、土日に楽天の試合の中継が入るときがあるんですけど、そういう時に限って、あの、 出かけてるんで <laughs>、見れないんですよね。うん残念です <laughs>。まあ、野球見たいですねあ。10分話しましたね、雑談だけで。えっと、どうかな こんな感じで、こんな感じで、パイナップル模様が繋がって、シェルが繋がったところですね、今。あともう一個パイナップル模様を編むと、完成ですね。うん、完成するの楽しみです。ちょっと大きくなるかなと思うんですけど、これ、 襟りぐりに紐を通して絞って使うので、そんなに大きさ気にしなくていいかなって思ってるんで、これからも頑張って編もうと思います。じゃあ。今日も見てくれてありがとうじゃあねーバイバーイ